ジョ、ジョホワイトは、アメリカ合衆国のバスケットボール選手。1968年、メキシコシティオリンピック金メダリスト。ミズーリ州、セントルイス出身。1970年代に2度目の黄金期を迎えた、ボストンセルティックスの中心選手の一人であり、2度の優勝に貢献。1976年の優勝では、ファイナル MVP に輝いた。背番号。 十は、セルティックスの永久欠番となっている。2015年には、伝道入りを果たした。ボストンセルティックスが誕生した、同じ1946年に生まれ、三人の、兄弟と三人の姉妹の間で育った女、ジョ・ホワイトこと、ジョセフ・ヘンリー・ホワイトは、幼い頃から、あらゆるスポーツに親しみ、また六歳の頃から始めたバスケットでは、 地元セントルイスの NBA チーム、セントルイスホークスのファンだった。大学はバスケットの名門校カンザス大学に進学。ホワイトは1年目の1965から66シーズンから即戦力として活躍したが、当時チームの先発でキャプテンでもあったレーニー・ロッホマンと出場時間を争うようになり、次第にホワイトが優勢となった。ロッホマンは コーチに対し、僕が先発かどうかは、問題ではない。僕たちは、ジョジョが、チャンピオンシップで勝つことを助けてくれることを知っていると、自ら彼のポジションをホワイトに譲った。チームメイトの期待に応えるホワイトの活躍により、一時期低迷していた、カンザス大はこのシーズンに7年ぶりに、カンファレンスのレギュラーシーズン優勝を果たした。NCWA トーナメントでは、 中西部決勝まで勝ち進み、テキサス・ウェスタン大学と対決。オーバータイムにもつれる接戦となったこの試合で、ホワイトはチームを勝利に導く劇的なブザービーターを決めた。ホワイトは歓喜に湧くチームメイトらに囲まれたが、審判団は彼らに、ホワイトの足がラインを割っていたと残酷な宣告をし、ホワイトのブザービーターとカンザス大のファイナル4、進出は幻と消えた。 その後テキサスウェスタンダイはトーナメントを勝ち抜いて優勝を果たすためホワイトの幻のブザービーターは悔やみきれないものとなったホワイトは自宅の壁にホワイトがシュートを放った瞬間のあらゆる写真を貼り自ら入念に検証した結果今もあのブザービーターが有効であったと主張しているなおこの年のテキサスウェスタンダイは NCWA 史上初めて先発全員を黒人で揃えたチームで優勝した大学として歴史にその名を残し、後にディズニー映画グローリーロードの題材となった。映画にはホワイトの幻のブザービーターの場面も登場する。失意のトーナメント敗退後もホワイトは順調に成長し、1968年には AP 通信選出のオールアメリカサードチーム。 1969年にセカンドチームに選出された。大学4年生となった1968年の夏、ホワイトはメキシコシティオリンピックのアメリカ代表に選ばれ、金メダルを獲得した。ホワイトは NBA ドラフトでは上位指名が予想されたが、しかし多くのチームは彼が卒業後2年の軍役につくものと思っていたため、1969年の NBA ドラフトでは上位指名権を持っていたチームがことごとくホワイトをパスした。結果、9位指名権を持っていたボストンセルティックスがホワイトを指名。セルティックスのゼネラルマネージャー、レッド・アワーバックはホワイトが予備役に入っており、すぐに NBA で活動できることを知っていたのである。作詞として知られ、ビル・ラッセルやラリー・バードなど多くの名選手をセルティックスに 入団させた、アワーバックの隠れた妙義であった。ホワイトが入団したセルティックスは、1950年代後半から1960年代に、かけて NBA に君臨し、計11回の優勝を果たした、伝説的な強豪チームだった。しかしホワイトが、初めてのトレーニングキャンプに参加する直前に、選手権コーチだったビル・ラッセルが引退を表明。 チームの大黒柱の引退により王朝は瓦解し、ホワイトはゼロから再出発するセルティックスで、ルーキーイヤーを迎えた。ホワイトは1年目から60試合に出場し、1 2に得点を記録して、オールルーキーファーストチームに選ばれた。しかし前期チャンピオンチームのセルティックスは34勝48敗と、負け越し、19シーズンぶりにプレイオフ進出を逃した。 ホワイトにとっては我慢のシーズンとなったが、翌1970から71シーズンには、ラッセル以後のセルティックスのエースセンターとなるデーブ、コーエンスが加入。伝説的な8連覇時代を知るジョン・ハブリチェックに、コーエンス、そしてこのシーズンには21.3得点5.0、リバウンド4.8アシストと大きく、成績を伸ばし、NBA オールスターゲームにも初選出された。 ホワイトと王座奪回に向けて、セルティックスの新しい核が完成し、セルティックスの成績は44勝まで回復した。翌1971から72シーズンに、ホワイトは、キャリアハイとなる23.1得点5.6、リバウンドを記録。セルティックスも完全復活を遂げ、このシーズンは56勝。 さらに、ポール・サイラスが加入した翌1972から73シーズンには、当時のチーム記録となる68勝を挙げた。1973から74シーズンには56勝と、前期よりも、勝率を落とすが、プレイオフではここまで2年連続で敗れていた。宿敵ニューヨーク・ニックスを破り、NBA ファイナルに進出。カリーム・アブドゥル・ジャバー要する、 ミルウォーキーバックスを第7戦までも釣れた末に下し、ついに優勝を果たした。ホワイトにとっては、初の、セルティックスにとっては5年ぶりの優勝であり、ボストン王朝復活の瞬間だった。翌1974から75シーズンのプレーオフでは、ニックスの代わりに新たに台頭した、ワシントン・ブレッツに敗れるも、ホワイトは、 初のオールナブセカンドチームに選出されており、そして1975から76シーズンには、再びファイナルに進出し、フェニックスサンズを破って2度目の優勝を果たした。このサンズとのシリーズ第5戦は、NBA ファイナル史上最高の試合として名高く、ホワイトはトリプルオーバータイムを戦い抜き、60分間の出場でゲームハイの33得点を記録。 セルティックスを優勝に導いた立役者として、ファイナル MVP に選ばれた。この優勝が、ホワイトにとって、最後の優勝となり、また70年代のセルティックスにとっても、最後の優勝となった。セルティックスは二度の優勝を頂点に衰退期に、入り始め、サイラスはチームを去り、ハブリチェックも衰えを見せ始めていた。 ホワイトは初めてチームのリーディングスコアラーとなった1976から77シーズンには2度目のオールナブ、セカンドチームに選ばれるが、ホワイトの奮闘も虚しくチームの衰えは止められず、そして1978から79シーズン中に、10シーズン過ごしたセルティックスからトレードに出されることになった。セルティックスを放出されてからは、ゴールデンステートウォリアーズ、 カンザスシティキングスを渡り歩き、1980から81シーズンを最後に現役から引退した。NBA 通算成績は12シーズン837試合の出場で14,399得点3,345リバウンド4,095アシスト、平均17.2得点4.0リバウンド4.9アシストだった。ホワイトはスピードを生かした。 司令塔として活躍し、強いリーダーシップでチャンピオンチームを率いた。また高度なディフェンス技術と正確なジャンプシュートはセルティックスが優勝を勝ち取る上で欠かせない武器だった。また、現役時代は鉄人としても知られ、5シーズン連続でレギュラーシーズン82試合フル出場を果たし、488試合連続出場は、 セルティックスのチーム最長記録となっている。ありがとうございます。